はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。さて、皆様が選ぶ2021オリックスさんのベストゲーム、今日は予告していました通り10月1日の対ホークス、アット京セラドームというゲームを紹介します。バファローズホークスの今シーズン第21回戦でした。金土日の3連戦の1つ目のゲーム、金曜日のナイトゲームでした。ジェンナリーノさん、このジェンナリーノさんが挙げてくださった、押してくださったゲームなんですが、まあ、結果的には3立てする3連戦の初戦、直前のロッテ3連戦の勢いそのままに、今年優勝できるんじゃないかなと、確信させてくれるような試合でした。宮城と石川の投げ合い、宮城くんの1ヶ月以上相手の勝利、12勝目、久しぶりの首位に立つという、まあ、そんなゲームを振り返るということになりました。ジェンナリーノさん、ありがとうございます。さて、その宮城と石川の先発、3連戦の頭のゲームなんですが、思い出してください。その前日までは千葉でロッテと3連戦戦っていた。そこで3連勝、しかも最後のゲームは2点ビハインド、9回2アウトランナー2人置いて T 岡田選手が相手守護神増田からライトへ逆転のホームラン、あのスリーランが効きましたね。で、まあ、その勢いを持って臨んだホークスとの3連戦ではあるんだけども、ホークスもこの時点ではもうなんとかクライマックス、うまくいけばもう2位以上も狙えるんじゃないかという感じのところで勝負をかけていた。で、この3連戦の3つ目のゲームには、その前の対戦の火曜日に投げていた千賀投手を中4日で持ってくるという工藤監督、まあ、そこまでこのかけていたホークスに対しての3連戦の初戦だったんですね。さあ、どんなゲームだったんでしょうか。まあ、これもしんどい試合だ。で、やっぱりこの皆さんが押してくださる、まあ、勝ちゲームであるんだけど、ほとんどが前半から楽勝っていうゲームはないんだね。多くが終盤勝負のゲームをものにするという感じが多いというね、これもまあその典型的なゲームだったかもしれませんが、しのぎ合いという中でなんとかしのいで勝ったという、まあ、そんなゲームだったんだけども、さあ、どんなゲームだったんでしょうか。振り返ってまいります。先発は、この時は宮城、石川でも打順的に言うともう終盤だったんで、前半のようにあれこの選手がスタメンなんだっていう感じはありません。そうね。で、まあ、ただ吉田選手がまだ完全な状態ではなかった。あ、それはまだ足の方ね、吉田選手が怪我をするのはその翌日のゲームになりますからね。さて、このゲーム、まあ、宮城投手が、まあ、いいピッチングを見せるんだ。ただ、5回先頭バッター、を出して、で、まあ、その後牧原が盗塁するんだね。で、中村晃は三振するんだけども、このキャッチャーからの送球がセンターに抜ける間に、盗塁をしていた牧原は三塁に進む。まあ、ですから盗塁とキャッチャーのエラーが記録された。まあ、キャッチャーのエラーではあるんだけども、ベースカバーに入ったショート紅林が止めてほしいなという、まあ、そんな、送球にも僕には見えました。で、バッターボックスは、この時点で、まあ、バッティングの状態が良かった松田選手はもうオリックスによく打つんだ。で、ランナー3塁牧原君を置いて、真ん中高めに入ったチェンジアップ、これをうまく若干前に出されながらもレフト前にしっかり運んで、これがタイムリーヒット。3塁から牧原ホームに帰ってホークスが5回1点を先制します。という中で1点先制された。でも、宮城投手は実は8月21日に、11勝目をマークしてから1月以上勝ちがなかった。で、まあ、その間道中いろんな話を聞いてる中でね、やっぱりちょっとこう自信をなくしたようなコメントも多かったのよ。で、その中で首位攻防での3連戦には登板せずに、この、ホークスの頭に、まあ、登板するということになるんだけども、この日はやっぱり粘ったね。で、6回2アウトランナー3塁のチャンスを作った。まあ、ここで、まあ、この回もね、2アウトランナー3塁オリックス作るんだけども、先頭伏見がツーベースを打って、これが2本目のヒット。石川君も良かった、石川修太も良かった。で、ノーアウトランナー2塁がツーアウトランナー3塁になった。で、まあ、ここまでツーアウトまで来てしまったという中で宗君が打つんだよ、
ね、やっぱりこう宗、これ本当あの終盤の宗のチャンスでのバッティングっていうのはこのベストゲームを振り返ってますが、素晴らしくない？このツーアウトランナー三塁よ、ね、そういう厳しいバッターとしても厳しい場面、まあ、そこで、この打つわけなんだけども、初球内側に入ってくるカットボールかな、143キロ、のボールをうまく捉えてライト前クリーンヒット、三塁から伏見ホームに帰って1対1同点という感じか。ここは実況しなきゃいけないのかな。そうか、1対0ホークス1点リード、ゲームは6回の裏バファローズの攻撃、ツーアウトランナー三塁、三塁には伏見がいます。バッターボスは2番の宗、マウンド上石川ここまで好投しています。1点リードはホークス、1点ビハインドのバファローズは1点追いかけてランナーは三塁です。ピッチャーの石川第1球を投げました、打ちました、ライトへ、ライナーワンバウンド、1人だった、三塁ランナーの伏見がゆっくりホームイン、同点。ここでも宗が打ちました、ライト前タイムリーヒット、1対1バファローズが6回同点に追いつきましたという感じの、これもね、内側のボールをうまくね引っ張ってね、ライト前クリーンヒットよ、で同点に追いつく。で7回にゲームが入ってくる。でもうあのホークスは継投に入ったね、岩崎がマウンドに上がって、先頭の杉本がヒット、もやもなんかこう詰まりながらもヒットを打つ、ランナー二塁一塁、まあ、その後ワンアウト満塁になってバッター伏見というところで、岩崎がまあ、フォークを叩きつけてしまって、キャッチャー甲斐はねもうほんとワンバウンド取るのうまいんだけども、その甲斐でも取れなかった、まあ、この間にランナーがホームに帰ってきて勝ち越し2対1で、この1点差でさあ8回9回よ、で8回はヒギンスがもう甲斐川島今宮と三者凡退に抑えていい流れを作る。で1点差で9回、この時はピンチだったね、ランナー得点圏でバッターデスパイネ、ワンアウトランナー2塁でバッターデスパイネ、ここは最後まっすぐ勝負でスイングアウトで、これで2アウト、2アウト2塁でも、うるさい牧原、牧原がね、いい当たりだったんだけど、ショートゴロ、ショートの紅林ボールを取って1塁送球、1塁アウト、試合終了2対1バファローズ勝って、これで5連勝ということで首位に立ったというゲームだったんだね。宮城が8月21日ライオン戦以来の勝利ということになって12勝目という、そんなゲームでした。今日実況するところが少なかったけども、まあそんな感じで、まあ、これで5連勝なのかな。で、まあ、結果的にはこの3連戦ホークスを3立てするわけよ、ね、だからまあ非常に苦しいこう首位戦線の中で、まあ、首位に立つ、だけども残り試合の関係でオリックスにはなかなかこの、まあ、結局マジックは逆マジックしかオリックス点灯させてないんだね、ロッテにマジックがつくということにこの後なっていくんだけれども、まだこれが10月の1日、オリックスの最終戦が10月25日、もうベストゲームで振り返りましたが、で優勝が決まったのは10月27日、まだその前の段階ではありました。まだまだ分からない、首位には立ったけどもロッテの方が残り試合数多いんで、オリックス有利とは言えない。あの世間の評論から皆さんはオリックス有利とかっておっしゃってくれていましたけども、僕は決してそうは見ていなかった。実際問題、やっぱり最後まで優勝の可能性を残した、自力優勝の可能性を残していたのはロッテでしたもんね。だからまあ、あのその中で、オリックスは、まあ、最善のこの戦いをしながらという中で一戦一戦ということを常におっしゃっていた中嶋監督、その中で、このゲームを取ったということ、10月1日、翌日10月2日、も勝って3日も勝って3連勝するわけなんだけども、2日のゲームで吉田正尚選手が右の手首にデッドボールを受けまして、これが骨折、そこからまた吉田抜きの戦いが続いていくということになったわけですね。だからまあ首位には立ったこの10月1日のゲームではあったんだけども、この3連戦は3連勝したんだけれども、なかなかこのすっきりと視界晴れやかっていう感じではありませんでした。今日は10月1日のオリックス対ソフトバンク第21回戦の模様を振り返りました。まあ、これもまた渋い試合で接戦を制した、苦しいしんどいゲームを取った、そんなゲームでした。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。これがメインバージョンだからね。